生殺与奪の剣を他人に握らせるな。惨めたらしくうずくまるのはやめろ。そんなことが通用するならお前の家族は殺されていない。奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が妹を治す正子千番、食うか食われるかの時に主導権を握れない弱者が仇を見つける正子千番。弱者には何の権利も選択肢もない。ことごとく力で強者にねじ伏せられるのみ。妹を治す方法は鬼なら知っているかもしれない。だが鬼どもがお前の意志を尊重してくれると思うなよ。当然俺もお前を尊重しない。それが現実だ。なぜさっきお前は妹に覆いかぶさった。正子千番、あんなことで守ったつもりか。正子千番、なぜその斧を踏まなかった。正子千番、なぜこの俺に背中を見せた。正子千番、お前ごと妹を串刺しにしてもよかったんだぞ。